感謝状が贈られたのは、日本生命千葉支社の保険外交員、阿部瑞穂さんです。今年8月、保険の契約者である80代の女性から担当の阿部さんに、ウイルスに感染した私の携帯電話のせいで、90人以上が被害に遭っている。救済に300万円必要などで、保険を解約するなどと依頼がありました。阿部さんは電話で詐欺を疑い、女性と一緒に警察へ相談。その結果、詐欺被害を未然に防ぐことができたということです。千葉南警察署の加納邦夫署長は、高齢者が悔しい思いをする前に止めていただけたのは非常に大きいと謝辞を述べました。詐欺を防止できたっていうのが本当一番なんですけれども、その先で感謝状がもらえるっていうのは全く頭になかったので、警察からそうやって言っていただいて、すごく驚いたのと嬉しかったです。まずは、お客様がどうしてその手続きをしたいかを聞いてからご案内できるようにしたいなと思います。